セリーグ新人王、ぬるっとあの人に決まりそう。誰が新人王にふさわしい？黒原か船場様じゃね。巨人とカープの優勝した方ちゃうの？新人王って優勝補正とかあるの？リリーフが取るの渋いな。まあ今年は他にいないし仕方ない。該当者なしでよくね。広島が優勝したら黒原でええんやないか。ガチガチ中継ぎ陣の一角やし。社会人2年目と大卒3年目の争いか。田中幹也が走れれば確定やったのに。怪我してなきゃ20盗塁くらいいけたかね。田中が一番 WAR 高いんだよな。決める人は指標なんて見てないよ。最初は絶対ダントツ渡来やと思ったのにな。渡来目立ってたけど無理か。さすがに出場72試合で新人王取ったらあかんやろ。渡来こそ守備キャラもっと使われたやろに。ルーキー切り引きじゃね。今年は MVP も沢村賞も新人王もむずそうや。パリーグは小田島か根村竹内とレベル高いのに。船場様か黒原やろな、どっちでもいい。